皆さんこんにちは。プロレーサー、そしてテストライダーの丸山博史です。今日紹介するのはこちら、インディアンモーターサイクルからですね、 FTR、 その FTR の中でもラリーというですね、バリエーションになっている、ちょっとこのブロックタイヤとスポークホイールを履いたバージョンですよね。特徴的にはラリーの中で、ハンドルポジションもちょっとアップライトなハンドルで、元気よく走ってくれる、カテゴリー的には、まあ、FTR っていうだけにフラットトラックレース、フラットトラッカーっていう形ですかね、そんな形ですが、エンジンは V 型の、まあ、2気筒、その中で DOHC を使っているということで、まあ、インディアンというと昔ながらのマシンのようなイメージを持っているんですが、しかしエンジンはですね DOHC を使っているので結構元気がいいなという感じがします。さあまたがってみましょう。結構ですね、840ミリのシート高、ちょっと高めなんですよね。私またがってみて両足を出してみると、なんとかですね、両足のつま先やっとついております。シート高自体が高いんですが、まあタンク下、シート下はですねそれほど、まあ太くはないので足をまっすぐ下ろせるんですが、片側ちょっとマフラーのですねエキゾーストパイプをよけているので、まあ右足だけがですねちょっと脇に出るような形です。ステアリングに手を伸ばしますと、まあほとんどそのままの形ですよね。2インチほど、通常の FTR よりも高いということで、少し高めのハンドルで、運転操作がしやすく、まあブロックタイヤ履いてるんで若干こうオフロード的なところも行っても OK かなみたいな、そういうポジションで扱いやすくなっております。ただハンドルバー自体の横幅は肩幅拳、まあ半分ぐらい、拳半分ぐらい外に出ているという形で、そんなに幅広い感じではないんですよね。ともするとですね、ストリートファイター系という感じもするんですよね。エンジンの元気の良さと言いましたが、ストリートで街中だけでとことこ走ってる分には本当に1500回転から2000回転も回していれば V 型2気筒のですねとこ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 とした雰囲気で、1速2速3速と全然2000回転から上に上げないで、ずっとそのままでどこどこ走ってる感じがですね非常に楽しいと、街中を流していて楽なポジションで、ちょっと私は足つきだけがですね、緊張感はありますけど、でも乗り出してしまえば街中をゆっくりゆったり走っているのが本当に楽しい、バイクですし、その時のエンジンのフィーリングも本当にいいんですよね。高速道路に入ってみたらですね、いや結構速い。その V 型2気筒のどこどこ感をゆったりと楽しむだけのマシンかなと思ったらですね、上回してみると、まあ、8800回転ぐらいまでかな、ドーンって回るし、まあ、8000以上まで、止めどもなくそのパワーが出てくる、フロントなんかすぐ浮き始めちゃいますしね、そういった意味では単なる、クルーザー的なやっぱりエンジンというよりはスポーツエンジン、 V 型のスポーツエンジンを積んでるという形で、そこの辺の面白みとこのライディングポジションから来るこうストリートファイター系の操りやすさ、そんなところをですね兼ね合わせたような、マシンなんですね。ちょっとその見た目の雰囲気とは走りがですねちょっと違う。見た目の雰囲気は少し昔ながらとレトロと FTR トラッカー系のどこどこゆったり走れるのかなと思うと、エンジンだけはですね妙に元気がいいので、本当にですね、走り回って楽しいという形になります。街中でのシフトでゆっくりどこどこ走ってる時の1回1回のシフトにちょっとねシフトチェンジにガチャンガチャンっていうですねところがあるので、本当はですねもうちょっと上の回転をやっぱり使いたいなって、思いっきり下だけに合わせるとなるともうちょっとゆったり走れるところがあると思うんですが、シフトフィーリングに関してはもう少しですねゆったりというよりは上の回転でつないだ方がスムーズにいくかなという感じがしますよね。スペックの方ですねちょっと見ておきましょうかね。インディアン FTR シリーズのですね、派生モデルでラリーという形になります。価格は209万8000円。エンジンは水冷4ストローク DOHC V 型2気筒。総排気量は 1203cc。最高出力はそのまま123馬力というですね。1203cc の123馬力って分かりやすいですけどね。でも V ツインで、ゆっくり走らせると思いきや、意外とですね、123馬力もあるっていうのは、もう意外と見た目とは裏腹にちょっと驚きな感じなんですよね。そして最大トルクは 117.9Nm、 6000回転で発生しております。全長2286、全幅850、そして全高が1200ミリ、タンク容量13リッターですね。
もうちょっとあった方がいいかなと思いますけどね。意外とロングのツーリングを行ってても楽しいので、本当はですねもうちょっと欲しいところですけどね。シートコア840mm、これがねもうちょっとね身長170センチぐらい欲しいな。私身長168センチなんで若干足がバレリーナ状態でございますが、170センチ以上あったらですねもうちょっとかっこいいライディングスタイルができるんじゃないかなと思います。車重232キロ、この 1200cc の V ツインでですねそこそこ車重はあります。まあ、ただね鉄の塊ではなくアルミパーツ、まあ、これハンドルもねアルミパーツ使ってるという形で、そしてフロントフォーク倒立じゃないですか。意外とですね、昔ながらの雰囲気を漂わせながらも結構最新のパーツいっぱい入ってるんですよね。ブレンボのラジアルポンプでしょ、キャリパーもラジアルマウントで入ってる、双立フォーク、ただなぜかスポークホイールを使うというですね形、フロントダブルディスクですよね。コントロール性当然ですね意外と柔らかめに来ております。もちろん思いっきりかければねガツンとは効くんですが初期タッチがやっぱりいいので柔らかめにかけられます。ちなみに思いっきりかけたらですね多分タイヤが持たないと思います。ABS があるんでいいですけど結構ガツンとやってもですねラジアルマウントキャリパーの効力を発揮する前に若干タイヤが負けると思うのであんまり強くかけられないんですが、でもさすがそこはですねブレンボのコントロール性があるので、普段からやんわりと使えるかなという感じがしますね。標準装備として、まあ、ABS は当たり前です。クルーズコントロール今回ついてましたね。クルーズコントロール意外とですね簡単な操作で1回ボタンを押して下にやればクルーズコントロールオンになってそのまま調整ができるので結構高速道路はよく使えますね。ただ、速度何キロ以下だと、まあ、操作できないっていうのはありますけどうまく街中で使おうとしても意外と、レスポンス V チンのレスポンス良すぎてあんまり下だとですねちょっと操作するとギクシャクゴーンとかって出ちゃうので、基本的には高速で、まあ、利用してもらうのがいいかなという形になります。先ほど言ったハンドルがアルミバーハンドルのテーパー形状、これで2インチスタンダードモデルよりも高いという形ですよね。まあ、アクロでのコントロール性を向上させているという形ですね。USB 電源ソケットがですねメーターの下にちょっと防水機能付きでかっちりとつけてるなんていうところはですね、単なるあの古い車両というよりはしっかりとですね新しい装備まで入れてきております。ラリー装備の特徴的なところではピレリスコーピオン STR タイヤとアルミ製のワイヤースポークホイールの組み合わせ、重たいかと思ったらここを頑張って軽くしてるんですよね。そしてラリーウィンドスクリーン、ちょっとしたウィンドスクリーンね、高速道路でねウィンドスクリーンねないよりはもちろんあった方がいいと思いますが、ただねもうこのポジションだったら一心に体あの風を受けながら走る方が気持ちいいです。ちょっとした余計になってるぐらいですけど、まあ飾り程度と思っていただければと思います。アビエーターシート、レトロスタイルでありながら楽な乗り心地、そうですね膨らみがですね前にあるので本来は前というよりはこの後ろに乗ってる方が、まあ要はねちょっとハンドルバーをですね握ってケツを引く感じよ。まあこれ通常こう乗ってますけどね、でもねちょっと高速で飛ばす時にこうやってねステーリングこうやって持って飛ばす感じなんてね、これフラットトラックレースみたいな雰囲気があっていいんですけど、後ろまで自由度があるので結構身長の大きい人でも、いけるんじゃないかなと思います。ちなみに私ね後ろにも乗っていました。タンデムもやったんですけどね、ちょっとこのねタンデムステップの位置は高いなと思うんですが、しかし意外とグラブバーしっかりはしてるんですよね。握るところがあって、ただ後ろはすっぽりないのでドーンって加速されたらちょっと怖いなという感じがしますが、後ろの乗り心地も非常に良いのでタンデムも OK だと思います。前後ライト LED で、まあ、フロントの LED ランプなんかもですね結構特徴的ですよね。この辺もレトロプラス最新鋭という形になっております。FTR にはこれ以外にですね FTR カーボンっていうちょっと軽量モデルがあるんですよね。カーボンパーツを使った、これの車重が228キロなので232から228だから4キログラムぐらい軽くなるのか、そういうですね FTR カーボン仕様というのが248万8000円で、こちらも出ているという形で、どちらかといったらカーボンの方はまあスペシャリティマシンですが、雰囲気はねこのブロックタイヤスポークホイールを履いたこの FTR ラリーなんかはですね意外とストリート志向でもね似合うんで、私としては意外とこの形が気に入っておりますけどね。以上こんな感じで、FTR ラリーのですね、ちょっとストリートインプレを紹介してみました。今日はこの後にですねまだサーキット
インプレもありますからね、今日来ているのは袖ヶ浦フォレストレースウェイなんですが、なぜかこのブロックタイヤで袖ヶ浦フォレストレースウェイをですね攻める、まあそんな形で、どんな形になるのか、これはですね以上楽しみにしていただければと思います。またそれは次回お伝えしていきたいと思います。はい、皆さん今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った人は高評価、いいねボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。さらに MSTV 制作委員会の方にも参加していただければ嬉しく思います。詳しくは詳細欄に書いておきます。